坂井正和は、日本の実業家、イベントプロデューサーである、クオンタムジャンプジャパン株式会社代表取締役、株式会社スマッシュ代表取締役、パンクラス代表、身長176センチメートル、体重56キログラム、幼少期は、湘南江の島の孤児施設で育つ、中学時代にボクシングを経験する。 アダチの不良だったが、通信高校に通いながら、住み込みでメカニックを経験。出入りしていた大手損保会社の営業マンにセンスを代わり大手損保会社に入社し、数々のタイトルを獲得する。保険会社独立後の2000年、三坪で自動車販売が可能な衛星を使った無在庫自動車販売を開発し話題となる。大手レンタル会社や外資系大手コーヒーショップから、 資本参加を含めた業務提携のお誘いがあったが、無在庫自動車販売は10年で淘汰されると断った。当時から欧米で確立している、動産担保融資ファイナンスに着目し、根源となる動産ビジネスを船井に提案。2005年1月4日、船井総合研究所のグループ関連会社として、動産価値を高める独自の手法を取り入れた経営コンサルティング。 会社株式会社不内財産トータルサポートを設立。堺が考えた動産を使った経営コンサルティング手法が評価され、多摩信用金庫が実施する多摩グリーン賞経営部門優秀賞及び特別賞東京都産業労働局長賞を2006年に受賞する。2010年7月22日放送ワールドビジネスサテライトで堺のビジネスモデルが特集された。 2006年11月1日、クオンタムジャンプジャパン株式会社に社名変更、スカイラインの父として知られる桜井慎一郎が顧問に就任する。坂井は2004年に放送された NHK 総合テレビのドキュメンタリー番組、プロジェクト X の桜井慎一郎死ぬ物語、クオンタムジャンプが変身したキング力を起用し、2009年、 ハッスルエイド2009両国国技館大会、ハッスルジハード2009両国国技館大会を出かける。2009年8月にはハッスルの最高顧問に就任。今、話題になっている同性の方をハッスル参戦させたいと、坂井のり子のハッスル参戦発言が問題となり、ワイドショー等で叩かれた。一方で、 ハッスル再建を目指したが、ハッスルのコンテンツを生かした運営は困難であることを理由に、同年12月ハッスル最高顧問を辞任する。辞任後、ハッスルに関わった未払いの選手たちや、業者の受け皿を考え、2010年2月2日、プロレス格闘技団体、スマッシュを設立。プロレス部門は、ハッスルを離脱した田尻がソフト面を担当し、 堺がハード面を担当する。2010年3月26日新宿フェイスにてスマッシュ第一ショーを開催する。二人のコンビで旗揚げ戦からわずか8ヶ月で同年11月22日 JCB ホール大会を実現させ、超満員札で止めさせた。堺独自の団体経営手法を取り入れた効果からスマッシュ1、スマッシュ24の興行は すべて、超満員、勝ち組団体と称された。しかし2012年2月10日、緊急記者会見にて、コンビ会賞を発表。2012年2月19日、スマッシュ。25TDC ホール大会をもって第一、賞の幕を閉じた。一部メディアに、受け皿の役目は終わった。新たなステップに行く。と語った。2011年5月20日。 天竜プロジェクトとの業務提携を発表2011年11月に行われた天竜源一郎デビュー35周年記念工業において全面的にサポートし超満員にした格闘技部門は横浜ベイスターズ1999年ドラフト1位入団の古木国名に格闘家転身を脱進、さらにプライドで活躍した正治明を専属コーチに置き 2009年12月8日スマッシュの旗揚げ記者会見に合わせ、古木の入団発表で幕を開けた。2010年12月31日、古木は総合格闘家転身1年足らずで、ダイナマイト、勇気の力2010への出場を果たす。なお、古木は後にスマッシュを離脱し、9回復帰を目指している。若手の試合する場が必要と考え、2010年4月、 総合格闘技の老舗団体ディープとの業務提携によりアマチュアディープをリニューアル開催。2011年からプロ歴が浅い選手を中心としたチーム対抗戦ジャパン MMA リーグをディープと合同開催。酒井がコミッショナーを務める。パンクラスの式総合格闘技パンクラスが2012年5月31日付で、 株式会社スマッシュに経営権を譲渡されたのに、伴い代表に就任。新体制は、世界標準をスローガンに、様々な改革を予定、王者、上位ランカーを世界に送り込む、プロモーション機関、パンクラスマネージメントの設置、選手のアメリカ滞在時のトレーニングや、生活環境、長期滞在時のバックアップを目的にした、パンクラス USA 支部の設置、 海外事務との提携、そして、刑事の導入を改革の4本柱として掲げた。刑事の導入は2013年は予定、また2013年は1993年に、パンクラスが誕生して20周年の記念イヤーである。ため、大きな会場を考えているとコメント。新体制となっての、第1回大会は、6月2日、パンクレイス2012プログレスツアーディファ。 有明大会にて開催、堺井が指揮を取る、新生パンクラスの船出となった。キング・オブ・パンクラシスト委員会委員長は、無差別級初代キング・オブ・パンクラシストである、ケンシャムロックを招聘日本で過ごした時のことには、良い思い出しかありません。特に日本のファンは素晴らしかったです。今後私は、堺井社長が、パンクラスの栄光を取り戻そうとしていることをサポート。 していきますとコメントを寄せた。8月5日に行われたパンクレイス2012プログレスツアーディファ、有明大会にパンクラスの対立団体であったリングスの CEO、前田明の歴史的来場を仕掛ける。未来の格闘技業界を見据えて前を向いていかなければいけない。とコメントした。8月28日、ゴミ高乗須藤元気らを育てた名指導者として知られる。 木口道場の木口の明の入閣を発表。入閣は、新生パンクラス発足時からの構想であったこと、自身が目指す総合格闘技業界づくりを進めるには、木口チェアマンと共に、アマチュアの育成やプロのライセンスづくりの推進が重要であること、などとコメント。総合格闘技地上派放送を復活させる2014年12月6日、東京、リハ有明で開催された、 パンクレイス263にて2015年春からパンクラスが12年ぶりに地上波のテレビ東京で放映されることが発表された。日本のテレビはいろいろなことがあって総合格闘技はなかなか出ることができませんでしたが地上波に復活することができました。総合格闘技のルールはわからない人も多いと思います。テレビでわかりやすくやりたいですし、ルールを知ることで 総合格闘技が究極のスポーツだということが分かってもらえると思います。と挨拶した。地上派での放映は2012年から話を進めており、2014年10月頃から具体的になり始めたという。2015年に開催されるナンバーシリーズ9大会の試合を中心に構成される。2015年度中に合計4回の90分スペシャル番組が放映され、 1> 第1回は2015年の3月か4月を予定。詳細は2015年1月に発表予定。ホーブス2016アジア MMA トップ5に、ランキングアジアに MMA e 2016の、プロモーターランキング5位に選ばれました。1位、チャトリシットヨートン、チャトリシティアトング2位ビクタークイ、ビクタークイ3位、坂木原信幸、信幸坂木原4位、高田信彦。 信彦高田五かだこい、さかいまさかず、正和堺レフを率いるベソフとの間で、日本における、ベソフのライセンス複数年契約を締結し、日本で行われるベソフすべての運営を目的とした、ベソフジャパンを立ち上げる。2014年秋に開催予定。東京 MX、バラエティ番組ごでんギね TV2016 年4月。ありがとうございます。